天国での詩は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第8シリーズ第12話にして、同シーズンの最終話。2014年11月8日に BBC1 で初放送された。11月1日に放送された、ネザースフィアとの二部作の後編として、番組制作葬式スティーブン・モファットが脚本を執筆し、レイチェル・タラレイが監督を担当した。本作は、 肯定的なレビューを受け、脚本、演出、演技が、評価により賞賛された。ゴメスはレビュー中で常に高く評価され、彼女を第8シリーズのハイライトであるとするレビューも多かった。オープニングは、通常のエピソードから、わずかに変更が加えられた。アバンタイトルで、クララ・オズワルドは生き残るためにサイバーマンに対して、自身がドクターであると告げており、それを受けて、 オープニングで表示されるカパルディの顔がコールバンのものに差し替えられていた。ミッシーは正体を明かした直後、全世界の死者をサイバーマンと呼ばれるサイボーグとして復活させるため、地球全域に黒い雲を広げる。彼女はユニットに拘束され、ドクターを有事の際の地球大統領に任命するという新制度に基づいてドクターは地球大統領として、 大統領専用機に登場する。しかしミッシーは、自らの拘束を解除して、ユニットの職員を次々に殺戮し、大統領専用機の撃墜に成功する。その頃、クララは、サイバーマン化した恋人のダニー・ビンクと再会していた。彼は、完全にアップグレードされておらず、楽になるために、感情抑制装置の解除を彼女に要求する。その場に、 ドクターとミッシーも合流し、ミッシーは、旧友のドクターが自分と同様の存在であることを証明するため、敵を殺すほど兵力を増すサイバーマンの軍団の指揮権を譲渡する。ドクターはそれを拒絶し、指揮権をダニーへ譲渡する。ダニーがサイバーマンを爆破して雲を焼き払ったことで、事態は収束する。ミッシーはサイバーマン化していた。 レスブリッジ・スチュワート順将に撃たれて消滅し、クララとドクターは、旅に区切りをつけて、それぞれの人生を歩むことにする。クララは死亡したダニーがネザースフィアから戻ってきたと、ドクターは、故郷がリフレイを発見したと嘘をつき、その場を後にする。ミッシーの正体がマスターであると前編にわたって、明かされている、最初のエピソードとして、天国での死にはこれまでに登場したマスターへの、 言及が複数盛り込まれている。オズグッドは鳴り響くドラムでの出来事を含めマスターが関与した地球上の出来事に言及する。エアフォースワンにドクターが登場する際に彼が言及した空中空母バリアントも同じく鳴り響くドラムで初登場しておりマスターが防衛省時代に製造を監督した兵器であった。ミッシーが使用するフレーズを マイキリーアンとは二代目ドクターとの掛け合いに由来する。ケイトがサイバーマンの舞台の前に投げた旧型のサイバーマンの頭部は1968年のザインベージョンのものである。ザインベージョンではネザースフィア、天国での死と同様にサイバーマンがセントポール大聖堂の付近を侵略していた。ミッシーが ドクターに告げたガリフレイの座標10から0から11から0時2分は4代目ドクターの火星のピラミッドで初めて言及された。天国での死の台本の読み合わせは2014年6月12日に行われた。制作は、前はネザースフィアと重複し、ユニットを含む冒頭のシーンはネザースフィアの最終シーンに先駆けて撮影された。 主要撮影は2014年7月21日に完了した。大統領専用機でミッシーが椅子に拘束されているシーンは字の終わりで10代前ドクターがマスターにより椅子に拘束されていたシーンとパラレルになるよう執筆された。放送当夜の視聴者数は545万人。タイムシフト視聴者を合算すると760万人を記録した。 オーディエンスアプリシエーションインデックスは83であった。これは、前は、ネザースフィアを下回る結果となった。本作は、非常に肯定的にレビューされた。ガーディアン氏のダン・マーティンは、ミシェル・ゴメスの演技を称賛し、マスターにふさわしい悪意と狂気があったとした。また、彼は、ミッシーの死が、ロジャー・デル・ガードのマスターの時代に対応しているとも、指摘した。 彼は最終回をアクションが詰まっていて妥協がなく真の感情に満ちていると総括した。デイリー・テレグラフのマイケル・ホーガンはダニー・ピンクが途方もない送別を受けたとし、またミッシーが今後再登場しないのであればそれは恥ずべきことであるとも主張した。ホーガンはレス・ブリッジ・スチュワート順将を演じたニコラス・コートニーの合図が2つあるとも指摘し、 最終的に本作に星4つを与えた。SFX のデーブ・ゴールダーも星4つを与えたが、墓地でのダニーの最後の瞬間などいくつかの部分を批判し、ネザースフィアほどの恐ろしさはないと評価した。全体として彼は非常に楽しめるシリーズフィナーレだったと主張した。ミシェル・ゴメスはミッシー役で高く評価された。イグンのマットリズ・レイは本作に9.1点を与え、 カパルディの熟達した最初のシーズンの協力で上調的なフィナーレと評価した。また彼はミッシェル・ゴメスの演技を称賛した。しかしサイバーマンの仕様とプロットの破綻には批判の言葉を述べた。ザ・エブ・イクルドのアラスデア・ウィルキンスは本作を A マイナスと評価して今シーズンの甘苦い結末と述べた。第8シリーズの総括として彼は ドクター風の最も複雑で、情緒的に飛んだシーズンの一つに思いを馳せることになるとコメントした。デン・オブ・ギークのサイモン・ブリューは皇帝寄りのレビューをした。彼は、ミシェル・ゴーメスとピーター・カパルディ及びジェナ・コールマンの演技を称賛したが、ネザースフィア終盤の三つのクリフハンガーのうち最も弱いと考えていたサイバーマンには批判的であった。また、彼は、 複数のプロットの破綻と大統領専用機から自由落下するドクターがターディスを呼び出すという受け入れがたい展開も批判した。彼はサンジー・イブ・バスカーの出番の少なさ、あるプロットポイントが解決されていないことにも落胆した。しかし彼は本作が2005年に新シリーズが始動して以来の良いフィナーレの一つであると確信した。 ザ・レジスターは、レビュアーごとに反応が割れた。ブリッドイコールアインパーネルは、このフィナーレは、シーズンの残りの部分の雑然とした泥沼から、自分自身を持ち上げることができなかった。意味が通らず、馬鹿げていて、矛盾していて、ただ魅力的ではなかったと評価した。彼女は、プロットの破綻に批判的であり、マスターが、どう復活したかについて説明がない点も批判した。 しかし彼女はゴメスの演技については本作で最高の部分だと喜び彼女を素晴らしいと評価した。ギャビン・クラークはターディスで月光するドクターのシーンについてこれは予想外の瞬間で彼のコンソールの破壊はうねるような音楽の上での静寂のためにより強力なものになったと評価し天国での死はおおむね成功を収めたとした。彼の同僚のジェニファー・ベーカーは 雨と雲と受粉の論理的根拠は混乱するが、ゾンビのサイバーマンが墓から出てくるのはそれだけの価値があったと評価した。メトロのダン・ウィルソンは多くの展開が回収されないまま放置されていると指摘したが、ミシェル・ゴメスには肯定的であった。ありがとうございます。